違うよ、そうじゃない。みんながシーズンチャンピオンを狙いたいなっていうぐらいの。あ、ないね、ないね。半年間、総合料無料とか。あー、恐ろしい。すげえ、今すぐ早く燃えるわ。毎回シャンパンファイト。なんかこう、いやでもどこもあんま前言ってたのね、なんかね、道場みたいにして名前が札になってて、シリーズチャンピオンの上にかけられる。ああ、なるほどね。でもまあ、ジョニモンチャンピオンだってな、その人しかわかんねえからな。はい、それでは間もなく予備予選からスタートしていきます。組み合わせ貼ってあります。1組目は若松さん、2人目松田さん、3組目ラスタさん、4組目は長澤さん、5組目伊藤さんの順でやっていきます。久々の1人予選ですよ、1人予選です。久々の久しぶりだはい、1人なんで30秒ずつにします。30秒走ってベスト1ラップだけ取ります。じゃあ、ね、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは若松に。はい、若松に飛んだ OK です。はい、いいですか。それではスタートしましょう。プラクティス終了です。スタートラインに30秒です。それではスタートします。レースを開始します。はい、どうぞ。さあ、スタートしていきました。若松選手、前回8秒371の記録が残ってます。8秒40。ちなみに長澤選手が8秒342というコースレコードを持っています。8秒4。さあ、うまくいくと 4周回れるってやつですね。さあ、もう1周いけるかな。いけそうですね。これが最終周。マシンを回収してください。コースレコードです。最終周にコースレコードを持ってきました。長さ、若松選手、コーナーチェックだな。俺もやったの。そうそう、長澤さんのコースレコード。何してくれんだよ。さあ、2人目松田選手です。松田選手、前回8秒83というの記録残ってます。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは松田 HM。 はい、ホンダ OK です。はい、それではスタートします。よいしょ。プラクティス終了です。レースを開始します。はい、どうぞ。さあ、1周目8秒96。8秒99。すげえよね。多いんだよな、車。8秒794、自己ベスト更新。これが最終周。レース終了です。さあ、マシンを回収してください。8秒680をマークしてゴール。8秒680。8秒680。はい、続けて3人目です。ラッサさん、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。さあ、ラッサ選手、前回まで9秒170、これがベストとして残ってます。いい、もういいの。あ、危ない危ない危ない。老眼鏡かけてた。Not that.
立ち比べ起こるよ。はいはい。申し訳ありません。いいですか。はい、はい、今度は OK です。それではプラクティス終了です。カモさん、ちょっとこっちのマーシャル誰か手伝える人います？マーシャル、すいません。それではラスタさんスタートします。30秒です。レースを開始します。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。さあ、1周目が18秒台。もう1周はうまくやればできます。9秒83、これが最終周。最後転がりながらだから、転がりながらこうしたから読まなかった。さあ、ここで終了です。マシンを回収してください。はい、それでは3人目、4人目ですね。長澤選手、さあ、レース前のコースレコードホルダー長澤選手。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは8秒34に持っています。長澤選手、ポンダ OK です。はい、それではスタートしましょう。プラクティス終了です。スタートします。30秒です。レースを開始します。はい、どうぞ。計測ライン通ってからの計測です。はい、OK。さあ、1周目は10秒3。8秒62、2番手まで上がってきます。さあ、次が最終周、8秒56、2番手。レース終了です。マシンを回収してください。8秒471。はい、それでは予備予選最終ドライバー伊藤選手です。コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは伊藤。記録が残っています。はい、ポンダ OK です。これ練習ですよ、まだ始まってないですよ。9.02。はい、それではスタートします。プラクティス終了です。レースを開始します。はい、どうぞ。最優秀戦最終ドライバー5人目の伊藤選手。最終目8秒76、松田選手の後ろで4番手。8秒74、同じく4番手。さあ、次の周が最終周、8秒661、3番手に上がってきます。レース終了です。
マシンを回収してください。3番手タイムです。さあ予備予選結果、若松選手、長澤選手、伊藤選手、松田選手、ラスタさんの順です。もう予選5名でやっちゃうと思います。45分からでいいですか。45分から予選いきます。まあまあ、これで。コースレコード狙いたい人いるかもしれないです。まあ、昔に戻ったって感じですよね。昔よりは全然いいか。マーシャルいないの当たり前だと思う。ずっと僕がジャンプしてる。国政立とかだってあったもんね。そうそうそう。2人でやったことありますか。活動のおかげですね。何ですか。みんな人がこうやって少ないながらもこんだけ来るの。今日来てるのみんな上手なのか。ああそうなんだ。でっかいラジオ売ってるの。売ったの。あそこ。あ、じゃなくて、充電器とバッテリーはあげた。ああ。今一台は関係者も使うって言ったら、うん。無償延久対応。今度私がためちゃる挑戦には。部分の。そうそう、このさっきと同じです。あとは店長とか。うん。ブラシじゃないですよ。あ、もう。あの M シャーシを。モーターはなんかあれだよね。モーターは決まってます、うん、モーターとバッテリーは決まってるんだけど、うん、GT はでもあれか、ブラシですか。ブラシです。だからそのモーターはだから持ってきますから、うん、モーターってか、そのアンパー持ってきますから、うん、タミチャリいつなんですか。いや、もうしょっちゅうちょこちょこバッチ。全日本は終わったんで。そういうことね、うん、でもなんかみんなチームじゃなくて CRC のシーンの発動出てたと思うんですよ。 MRW でしょ。 MRW、うんうん、でもクリス入んなかったでしょ。また優勝すると思わなかった。勝ってなかったですよ。困った人だめだね、うん、ピザ返してもらえるけどね。そう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 。今度は十分の一用のでっかいシールを配布しないと。あとは筋肉マンみたいにこれ MRW って感じです。そしたらあれだよ、持っていくなよ、ね、見ただろ俺の写真履歴、ね、やめなさい。やばいの入ってた。やばいの入ってた。ちょっとパソコンで呼ぼうと思って。そうしたらやっぱりね、スポンサー料出しよう、うん、スポンサー料、貼ってやったんだからって。こんなでっかいステッカー。面積に応じて、お金面積に応じて。俺の全面的に貼ってあげますよ。ねえ、乗るけど MRW が多分貼ってないよ。貼ってない、ダメだ、お説教だろ、ね、出てきた。最後の一個根性でお説教だね、それは。もう歩夢くんはタミチャリやめちゃったの。やめちゃったんじゃない。やめちゃったんだ。早いね。はい。全日本ね。全日本ね。早いのは。タミチャリやめたのに。早いね。全日本クラスに行った。全日本クラスって何？まあ要はシャークなんでもあり。うん。
モーターは規定がある。CRC がやってるあれは、あれは12分の1ってカテゴリー。で、彼はツーリングだから。ツーリング、うん、4個ってやつ。そうそう。ツーリングの速い子は、横もがまた手を出し始める。うんまあね、横もは行かない方がいいってみんな言ってってるんだけど、うん、大変だし、プレッシャーで。勝たなきゃいけないプレッシャーだ。ていうか、やってる人間が少ないんだからさ。じゃあ、日本はね、少なくなっちゃったもんね。っていうか、だって、あんなの、うん、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは若松に、ペ、伊藤、松田、エチエム、ラスカ。15.90、19.56、12.54。はい、それでは並べてあげてください。前から若松選手、長澤選手、3番手伊藤選手、4番手は松田選手、そして最後がラスタ選手。あれ、松田選手ボディ変えたの、うん、色が違う、うん、視認性はい、それでは、5分間の予選です。スタート、ランダムになりますので気をつけてください。それではいきます。レースを開始します。はい、OK です。おっ、危ない。若松選手ここそうなった。さあ、2番手抜け出したのはあれは松田選手です。若松選手を先頭に松田、長澤、伊藤、ラスタの順。さあ、若松選手、いや3番手の長澤選手が全体ベストタイム8秒501。さあ、長澤選手が2番手、3番手伊藤選手、4番手松田選手、5番手がラスタ選手です。
さあ若松選手が抜けてましたね。そして伊藤選手が2番手、3番手が長澤選手、4番手松田選手、5番手中田選手。さあ若松選手はもうすでにコースレコードしか見てないのかもしれません。コースレコードは斉藤選手が持つ35周6秒、1分経過、現時点でコースレコードを破るというペースでトップのマシン。2番手伊藤選手もそれに続く。伊藤選手ここでベスト8秒54、トップとは1秒1。3番手が長澤選手が 0.5 秒後ろ、4番手松田選手が1秒後ろです。さあな、松田選手後ろトップ、はい、ありがとうございます。ちょっと接触があったが影響ないでしょう。コースレコードペース変わらず。2番手伊藤選手がちょっと詰めましたね、トップとの差 0.7 秒。さあここで若松選手ベスト8秒48。さあ3番手に松田選手、4番手長澤選手、5番手がラスト選手です。さあトップのマシンが1人15周目から16に入りました。これベスト8秒41、コースレコードペース変わらず。さあ再びラスタ選手の後ろからトップのマシン、はい、ありがとうございます。さあ2番手伊藤選手が1秒7後ろ、3番手松田選手が3秒2、4番手長澤選手が2秒、折り返しの2分30秒。さあ若松選手が19周目に入ってきます。伊藤選手が1秒8後ろ、2番手。ラッサ選手9秒04ベスト、これは自己ベストです。若松選手8秒36、2番手伊藤選手もこのままいくと35周6秒ペース、自己ベストを超えてきます。残り2分。松田選手現在3番手もこのままいくと自身のレコードを2周更新してきそう。34周ゴール予想。長澤選手の後ろからトップのマシンが来ます。さあ長澤選手もトップ行かせました。これで同一周回トップ争いは若松選手と伊藤選手2秒8の差。さあ2番手伊藤選手も現在のコースレコードを破るというペース。3番手が長澤選手、4番手松田選手、5番手ラッサ選手、残りが1分。さあ現在のコースレコードを破る若松選手と伊藤選手のペース。残り40秒、若松選手31周目、伊藤選手も31周目、ただちょっと差が開いたか、3秒8。長澤選手3番手6秒4の差、残り30秒切った。さあ若松選手が33周目に入ります。依然としてコースレコードペース、残り15秒。さあ若松選手しばらくクリアラップ続きそうです。残り10秒切ってる。35周目に入ったトップのマシン、ラスタゴール。ここでゴール。若松にゴール。若松選手ゴール。ラスタ選手ゴール。長澤選手ゴール。松田エチエレース終了です。マシンを回収してください。コースレコード35周1秒で PQ 確定です。2番手伊藤選手、3番手長澤選手、4番手が松田選手、5番手ラスタ選手。最後最終戦でやるね。しばらく破られないよ。2ヶ月は
じゃあ決勝6時からでもいいですか、時間を期待しといたら言ってくださいね、いいですか、じゃあ6時目標でいきます、5分、じゃあ6時5分から、6時5分、10分置きます、そんなことないよ。自分だけだろ、はい、はい、じゃあ鍵お願いします。はい、はい、お疲れ様でした。はい、はい。やっちゃいますか。じゃあ準備ができているようでしたらやっちゃってもいいですか。どうしよう。了解です、了解です。はい。
ジュース買います。はい。はい。140円。いや、あれだな、なんか今日暇だな。もう一個はレースやりますか。おかわりレースやる。おかわりレースやりますか。なるほど、もう一回やるとか。あ、いいよ。なんか、なので。ただポイントとか関係ないけどね。草レース、いい。はい。HM? あ、なる？あ、そういうこと？ハンデで？松田さん、うちの Wi-Fi もありますよ。あ、そうなんですか。ちょっとパスワードがめんどくさいけど。練習しましたよ、ね、うん、そう、頑張ってるからね、うん、練習しちゃってハーブ見に行ってないで練習してるからその前はちゃんと練習しといたわ、もうなるほどね、息がやばいって中止になっちゃったの中止、ああ、で、みんな一斉に帰ってんだ、今じゃあ帰りは渋滞じゃないですよ、その頃には、うん、伊藤さん OK なんか、はーい、プラクティススタート、プラクティス時間は2分、はい、コースをオープンします。出走ドライバーは若松に伊藤で松田へ知恵にガスカの順です。やってもいいですよ。坂本さんもやる？ナローのおかわりレースやりたいってみんな。どういうレース形式にする？だから予選とかなしでいきなり本番でやる？お父さん HM で参加するじゃん。あ、そうだね。お父さんって一緒なことだよ。落ちろって。お父さんって認められてねえから家族。はい、1分15.11。はい、全社ポンダー OK です。それでは並べます。プラクティス終了。前から若松さん先生やらせていただきます。 ありがとうございます。伊藤選手が2番手3番手が長澤選手、4番手松田選手、5番手ラッサ選手です。はい、ありがとうございます。それでは最後の A メイン決勝レース、5分間ランダムスタートオンです。レースを開始します。
常に綺麗なスタート。全体ベストもトップを走る若松選手、8秒43。さあ若松選手がベスト8秒42。さあトップ4台若松、伊藤、長澤、松田、これが2秒2の中に入っています。ラッサ選手ベスト9秒02、若松選手8秒39。さあ若松選手がミス、伊藤選手が近づきます。その差が 0.5 秒、長澤選手が 0.4 秒、松田選手が 0.8 秒差。松田選手ベスト8秒67、若松選手8秒38。さあトップ4台はまだ2秒2の中に入っている若松、伊藤、長澤、松田。さあこれベストは松田選手8秒63、前長澤選手と 1.2 秒。さあトップ争いは若松、伊藤、長澤、この3台に絞られてきた感じです。さあ若松選手再びミス、伊藤選手が近づきます。3台が団子状態になる。さあ伊藤選手が大切なところでベストを持ってくる、8秒46。さあトップ争い 0.5 秒差、ラッサさんの後ろから徐々にトップ2台がやってきます。2分経過、残り3分。さあ差は変わらず 0.5 秒差。長澤選手は現在3番手、若松選手ベスト8秒36。すごい HM クラス、マーシャルイラズの決勝が続いています。トップは変わらず若松選手、伊藤選手が1秒1後ろ、3番手が長澤選手が 1.9 秒、4番手松田選手 1.1 秒です。折り返しの2分半。さあトップ走る若松選手、予選で出した自らのコースレコードをさらに今回も破ってきそう。ラッサ選手8秒90自己ベスト更新。さあ若松選手が徐々に2番手引き離しにかかっています。伊藤選手との差が 2.5 秒、3番手長澤選手が2秒2、4番手松田選手が1秒3。松田選手の紹介、トップが来ます。はい、ありがとうございます。残りが間もなく90秒。さあなんと若松選手は36周ペースです。先ほど35周1秒コースレコードを自ら破ってきそう。さあ再びラッサさんの後ろからトップのマシンが近づく。さあここでベスト若松選手8秒335、伊藤選手が3秒7後ろで2番手、長澤選手が2秒7後ろ3番手、4番手松田選手が4秒2。残りが1分です。トップのマシンが今計測ライン30周目に入っていったところ、残り6周。伊藤選手が4秒4後ろ、長澤選手が3秒差で、伊藤選手を追っています。はい、ありがとうございます。長澤選手の後ろからトップのマシン、残りが30秒。はい、ありがとうございます。これでトップのマシンは3番手までラップ。伊藤選手が同一周回で食らいつく、4秒9、残り15秒。さあ若松選手が35周目に入ってきました。もう1周乗りつけてきそうです。残り5秒。さあ若松選手が36周乗っけてきました。ここで5分ラスタゴール。
ラスタ選手ゴール、伊藤ゴール、松田エチエムゴール、松田選手ゴール、若松にゴール、コース終了です。マシンを回収してください。再びコースレコード36周7秒。2番手伊藤選手、3番手長澤選手、4番手松田選手、5番手がラスタ選手。前回の斉藤選手のコースレコード抜いてるんですよ。伊藤選手もね。でしょ。俺は長澤選手の今が5秒8、5周8、2秒あと。ギリ。一人だけおかしいんだよ。うちらだって相当早いんだよ。長澤選手も予選では斉藤、あ、違うか、34周か、うん、若松さんいらないんじゃねえか説明してますけど、どうしますか。え、もう1個もらったからいいんじゃねえか説が。いいっすか。さすが言ってみるの。最初はグーじゃんけんぽん。おお、パーの人、まさかのマージャンから立てました。一発でどっちも負けやがったできるよ。いや、もうね、30分ぐらい超えた。ああ、耐久レースだね、多分ね、店長が、俺が死ぬ。いや、いいんだよ、別に。あの、ね、コマーシャルで。電池交換ありのとか面白そうなんだけど、電池交換なしだよ。なしで、止まるまで。なしで15分とか。止まるまで何周できるか。じゃあ20分耐久する？あ、しました。じゃあ、もうちょっと待ってください。ああ、いいですよ。まあいいですよ、20分で。じゃあ20分。だって今はハイボードです。マーシャルなしだよ。その代わりセルフマーシャル。それかでも20分だとさ、もうすげえ差がついちゃうじゃん、きっと。それか10分2回にしたら。20分最後、線に喪失するよ。上に上がりますよ。ああ、まあ、じゃあ、店長判断で。じゃあ、若松さんは、若松さん、どうしたんですか。先生、チェン、10分2回。10分2回って言いました、はい、先生が。20分2回に行きましょう。あ、じゃあ、若松さんだけ電池交換なしで。電池交換なしでもいいですよ。いや、若松さん、マジでハイマウントで行ってよ。やっぱり繊維なくなるもんだけどね。ハイマウントで行ってしよう。いや、やめろ。ハイマウントでやられたら、こっちが繊維取るしようかな。ショックがでかい。ねえ。じゃあ、わかりました。そういうことはやめるか。いや、本当に2回ね。俺、エクスパンドのオープンで
でもクリちゃん、クリちゃんとかでも勝てないでしょ。クリさんは 1M は出てないからね。ハイマウントじゃなくて、ナロー。ナローって出てたんだっけな、半時計は。クリさん。入った。35周3秒。35周3秒。もう今日破っちゃったもんね。30? でもともとが36周6秒が高賀くんのベストを、確か35周2秒とか3秒だったもんね、今日。俺クリちゃんそんなに言ってなかったの。あのいつもほら、うん、レーシング教室が始まっちゃうから、うん、ドラレックで。そう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 。HM の3。